ではお天気をお伝えします。はい、今夜各地で雨が降りそうですね。はい、雨雲が広がってきました。この時間道南や道北で雨の降り方強まってきています。今夜9時の段階なんですが、活発な雨雲や雷雲があります。未明にかけて動きを見ていきたいと思うんですが、今夜夜遅く、ちょうど皆さんがお休みの時間帯、日付が変わりまして明日の1時、2時、3時、この時間帯が強い雨、雷のピークだと思われます。氷が降ったり突風を伴う恐れもありますので、今夜は安全な場所であるかどうかを確認してお休みになってください。では明日の回復の時間も合わせて札幌ピンポイント予報です。札幌この時間も少しにわか雨に見舞われていますが、本格的な崩れは夜遅くなってからです。明日の10区の予報を見ていきます。今夜からの雨、明日の未明まで続きます。降ってる時間は長くないんですが、激しい雨が集中して降りますので、浸水や冠水の被害にご注意ください。明日は昼前から青空なんですが、北風に変わりまして風が強いので、明日は今日よりも格段に寒く感じられそうです。今の釧路の様子です。釧路は釧路も雨が降ってますかね。どうですか。はい、この時間はまだ釧路は降ってないと思うんですが、今漁船が止まっていますね。秋の漁も最盛期となってきています。釧路は今日は20度を超えました。季節外れの暖かさとなりました。今夜からの雨、明日の朝までです。日中は回復して晴れますが、朝は大きな水たまりができていたり、浸水や冠水の被害注意してください。明日の気温です。今日に比べると3度から9度ぐらい低くなるほか、北風が吹きますので、明日は傘はいらなくても厚手の上着、ストールは欲しくなりそうです。この先の天気なんですが、気温のアップダウンが激しくなりそうなんです。そうですね。金曜日はまだ20度と日中はポカポカなんですが、土曜日曜の強い寒気でぐっと寒くなりそうです。最低気温は4度まで下がりそう。一気に冬の気温ですね。はい、ただまた来週になりますと、また秋が持ち直しとなりまして、ちょっと天気も気温変化も忙しくなりそうなんです。うん、秋と冬がせめぎ合ってきましたね。はい、最初にやってくる冬が週末なんですが、標高1000メートル級の山、姿が変わります。朝日岳、関北峠、手稲山、中山峠、皆さん身近な山の状態は雪となりそうです。そして山頂付近では、朝日岳は根雪、そして関北峠、日照峠は積雪、手稲山も積雪となりますので、札幌の街中から見る山の姿変わりそう。中山峠そんなに積もらずとも凍結となりますので、この週末峠山を越える方は冬タイヤ必須でお願いします。安全運転心がけてほしいですね。はい、そうなんです。紅葉見物で遠出される方も路面状況注意してください。では週間予報を見ていきます。この先なんですが、木曜金曜と晴れまして冬支度日和となりそうなんです。土曜日の雨、道北ではだんだん雪に変わりまして、道北では土曜日から日曜日初雪となりそうです。連休明け、週明け、北見は氷点下3度まで気温が下がりそうです。はい、太平洋側と道東を見ていきます。ダウンや手袋の出番、この週末にありそうなんですよね。衣替え、金曜日まで進めておくようにしてください。そして週末、峠朝晩越えるという方は冬タイヤ、夏タイヤのままだよという方は朝晩の走行は控えて、ただタイヤ交換、一体いつにするのか、具体的な日程調整なども考えるようになさってください。以上、天気お伝えしました。